王になるって俺が決めたんだから、このために戦って死ぬんなら別にいい。前に誰かが言ってたが、旗から見ればチームワークってもんがなってねえよな。だがよ、チームワークって本当は何なの？助け合ってかばい合ってやそれでいいのか？欲が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも乗り換えられてきた。これは聖戦なのだ。多少の犠牲なくしては我々の理想は成し得ない。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。長い間クソお世話になりました。なぜ人は支配し支配されるのか、なぜ傷つけ合うのか、なのになぜ人はこう生きようとするのか。ふざけんな。この国こそ世界の未来の仕事だ。これは負け返せよ。たった一人の弟なんだよ。頭からぶっかけられようが、唾をはっかけられようが、大抵のことは学んでみせる。だがな、どんな理由があろうと、俺は君たちを傷つけるやつは許さない。仲間を売るくらいなら、死んだ方がマシだ。いつの日か必ず、俺はこの世界を変えてみせる。流血は流血、憎悪は憎悪に呼び、膨れ上がるエネルギーはこの地に根を下ろし、血の門を刻む。正義で通せない悪がいるとき、君はどうする？悪に手を染めてでも悪を倒すか、それとも己が正義を貫き悪に屈するを良しとするか。この世から一匹残らず。この夢は終わらねえ。世界を守るためにはどうするしかないんだ。人間ってどうしようもなく愚かだ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば立つ拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだなあ。おい、一人の力が高みを知っている。ならば